全然合わなくてね、角度が。で、ちょ今ね、膝立ち中こんにちは、正座中です。膝立ちちょっと見えなくなる。よいしょ。これ書いて、でなんか貼って、でこれを見せるようにやろうと思ったんだけどできなくて、できなかったの、角度が合わなかったから、ここでちょっと足がね痛い。ありがとう、コンペイト、こんにちは。やべえ、やべくないから。普通だよ。普通の子。なんか暗いんだよね、今日。こんにちは。後ろは何も書いてない。ち独特。ありがとう、ハート、こんにちは。ちょっとね、膝立ちづらくなってきちゃった。T シャツいいですね。こんにちは。こんにちは。ありがとう、あと。ドスコイボンジュール、たまに立ち上がる。きついな。見えなくなっちゃうんだよね、普通に座ると。ちょっとなんかの上に座ればいけるかも。いつあみ自分でやったんだよ。なんかの上に座ればいける。たまに見せるスタイルでいく。忘れちゃう。いいじゃないよね。勉強するね。しないと。でもこれだいぶだよ。こんぐらいないとダメ。こんぐらい。ちょっと疲れちゃった。ドスコイボンジュールフォローしてね。ちょっと待ってね、来なさい、とにかく来なさい。とにかく来なさい。オッケー、よし。まあ、メンバーカラーのピンク。ちょっと待ってて。どこ一緒、どこ一緒って言ってた。待って、いた。あ、これもっと近く。ね、ちょっと待って、充電器が危ない。
充電器抜けない。よいしょ、疲れたこの作業で疲れた。手が大事なんだけどね、手が大事なのさ、見えなくなっちゃった。これもうちょっと上にすればいける。まあもういっか、しょうがない、しょうがない。みんな何やってんだろうって思うよね、初めて来た人とか。こんばんは、あ、こんにちはツイートで宣伝して、ありがとうございます。スキファミリー会員継続のご案内来た。お、いやいや、17日中がある。え、そう、なんかどれ何がいいかなと思って迷ってるんだよね。何がいいと思いますか。チアガール、そのままチアガールにするか変えるかどうしますドスコイボンジュール、電気がねこうやってなればいいのにできないの。だからどうします、自分で持ってやる。握手券はあれじゃない、その日、そのなんだっけ、その日のやつによるんじゃなかったっけ。唇かゆい、かゆいじゃない、乾燥してる。前髪切ったんだけど、切ったんだけどさっきね、今日さなんかあれなんですよ、あのなんかやらなくちゃいけないことがあって、それで急遽名古屋に来たんですよ。まあ明日もあるのでね。そしたらそれでなんかこうやってなんか首、寝てるとさ首痛くなるじゃん、ここめっちゃ痛くなるからさ、痛すぎてさこうやってあのバッグに頭突っ込んで寝てたわけよ、こうやって。そしたらさ隣っていうかさ隣の人がさこうやって見てた。死んでるのかと思われてたんだけどすごい音量めっちゃ楽しみできた。え、なんかまだ買ってないの、買ってなくて、だから迷い中なんですよ。なんかね、あの電車乗ってるんですけど、それでこうなっててめっちゃ首痛くて死んでるかと思いました。うちのこっちゃんのトーク券と握手券見たとか、おいいね、よし、そう、死んでるかと思われた。なんかめっちゃ覗き込まれてて、え、だから起きた、しっかりえ、そう、新しい握手券買いなさい熱強め。これで来てないよ、これで来てない。さすがにこれはやばくない？
こんにちは。一回会っただけでファンの人の顔、なんか一回だと名前と顔が一致しないんですよ。なんかほんとなんかなんていうの、こうツイートとかしてくれてて、メールの返信もくれて、もうなんかめっちゃ名前がある人っているじゃないですか。それだとあ、おお、この人だこの人だってなるんだけど、でも一回だけだとなんか顔は覚える、顔は覚えるけど名前と顔が一致しないっていう、なんかこの人顔見たことあるって思うよ。でも名前と顔が一致しない時があるけど、あ、そうだそうだってなる。おすごいボンジュール、ありがとうございます。あと顔は覚えるの。え、なんかここちょっと悲しかった話があって、なんかお試しロングトーク会の時、あ、トークあったじゃないですか。あの時になんかなんかさ、自分の券を買ってきてくれるっていうかさ、あれだったじゃん、なんかその場で買って来るみたいな感じだったじゃんか。でそれでココはその人の名前と顔を覚えてるわけよ。なのに忘れられてて、こっち側がね忘れられててだいぶショックだったんだけど、はじめましてみたいな感じだった。はじめましてっていうか楽しかった、ありがとう。覚えてねって言って覚えたんだけど、覚えられてなかったこっちがえ、本当にそんなことあるの、あるの、え、本当にあるんだって。で、あの人だって思ったら、なんか全然なんか名前知られてないみたいな、えっ思って、イーって感じだった。ありがとうございます、コンペットハート、ありがとう。これってさ、結局さ、なんだなんか光をつけましょう盆踊りみたいなやつえ、違うの、なんかここめっちゃ覚えてるのがあって、いつもこの T シャツ着てるから覚えてねって言われたので、それだったの。だから絶対間違いないんだって。なんだけど、そうこの T シャツいつも着てるからって言われてて、でしかもなんかそのなんていうの、なんていうんだろう、なんか普通の T シャツとかじゃないわけよ。だからもう確実にわかるの。で違うの、T シャツっていうかね、なんかねあれなの、だってね、やばい、ダメだった、入んなかった、よし、双子やばい、おすこいボンジュール、ボンジュール。あ、ここはでもさ、だからみんなは電車とかで寝るときにカバンに頭突っ込まない方がいいよ、救急車呼ばれるよ確実。何これ、星になったんだけど、星を読むの分かってたじゃない、前なんか得意だったのに。ここまで、え、こうやって突っ込むだけで、こうやって簡単だよ、簡単、本当に死んでると思われるよ、めっちゃ見られてたもんカバンの中に、なんかカバンの中に突っ込んでて、カバンの上に顔を置いてるみたいな。めっちゃ痛い、わかんない、多分なんか具合悪くなっちゃったとか思ったんじゃないかな、
本当だね、なんかそう見間違い、見間違いっていうか、カバンはトートバッグみたいなやつです。いや、なんか隣の人じゃなくて、隣の人は見てこなかったけど、隣の隣の人、ドスコイボンジュール、そういうチャイムありそう。なんかあのさ、学校のチャイムでいけそう。南沢高校の朝の挨拶はドスコイボンジュール。ドスコイボンジュール使ってる？しっかりね、ドスコイボンジュールってね、言った方がいいよ。強く生きなきゃいけないから、言って引かれても使い続けるんだよ使い続けるのさ、ドスコイボンジュール、ボンジュール、ボンジュール。これ見えなくなった。ドスドス目立ちたくないですか？え、目立った方がいいよ、絶対目立った方がいい。12期行ないならドスコイボンジュール言える。確かにね、確かにそれはそうだね。先輩にも言わなきゃ。てか12期残ってたここにしか会いに来ちゃいけないんだから、他の子に行っちゃいけないんだよで、ここでしか会いに来ちゃいけないから他の子には使えないはず。分かった？分かったか。海外行ってもスコイボンジュールだけで伝わるかな。え、いけるんじゃない、いけるんじゃない。じゃフランス行って使ってみてほしいかも。結構あいた CD 書いてきます。お、いいね。こんにちは。劇場版、劇場版、劇場版ん？あれ劇場版の表側が大川さんだっけ。花ちゃんに言ったら伝わるかな。花なん？絶対伝わる沢田先輩には誰ですか。いいよ、名刺渡し会とか二人じゃん。いやそうだけど、ココがいる例にしか会いに行かなくていいじゃんか。ねえ、まあ、トーク会とかを監視しとくので、監視しとくので皆さん気をつけてください。何これ、なんか工事するときに使えそう。なんかさ、車の、車にはめそう。これなんていうの、これ、あのなんかドライバー的なやつありがとうございます。光、光るやつ、ありがとうございます。さやちゃん、なんでもない。いや、なんでもない、なんでもない。見なかったことにして、もう見てしまったものは見なかったことにはできませんね。この子の握手会もお家に届いたから行かない。いや、あの交換庫してくださいって言って、ここのところに来ればいいと思う。こんにちは。寒い。花粉症、え、花粉症になった。え、今日ね10連発のくしゃみした。あ、普通に、普通のくしゃみしました。ドスコイくしゃみじゃなくて。おしんドスコイボンジュールして引かれたら責任取ってくれます。あ、まあ、そこはなんかあの強く生きた方がいいんですよ。とにかくやっぱね、強く生きることが大事だっていうことがね分かったよ。お渡し会の時のスクイボンジュール元気でよかった。長野コンビ、せんまぜ。あ、待って、ここそれわかるよ、言ってたよね。ありがとうございます。スクイボンジュール、なんか長野から来てくれた方とかたくさんいたよ。ありがとう。コンビと誰に投票するか悩んでます。悩まないでください、ここに投票するんです。わかりましたか。ここに投票するんだよ、悩んじゃダメ
私書いてドスコイボンジュールって頭が真っ白になりました。でドスコイボンジュールってさ言ってさ、あのびっくりしてる人いっぱいいたよ。フランスでドスコイボンジュールってボンジュールね、行くか、そう行って、ちょっと待って、こんにちは、ちょっとお待ちを。ただいま、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 ちょっと待ってね。もちゃんには、もちゃんにはっていいよ、いいよいいよ、次もセンター様になれるために、もちゃんにのすくいぼんじる、え、絶対伝わるよ、伝わらないはずがないもん。明日はグループ特会のお召し会にレアにお坊ちゃんがいるなあ。確かに明日はね、明日はね、さつきちと一緒なんですよ。さつきち、さつきちは、さつきちはね、あのね、ここと身長が10センチ差、12だっけ、154センチだから、待って、声やば154センチだから、さつきちがね、ここが165、ララポート、え、そう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 、それだったと思う。元気いっぱい、さつきち、さつきち本当にいつも元気、ありがとう、ハート。宿泊行きたいですね。来た方がいいと思いますよ。ココの今の子やばかったんだけど、なんか頑張ってください、ありがとうございます。こんにちは。この T シャツが見えなきゃいいな、こうやってやってよ。サボーイ、ね、T シャツ屋さんじゃないからね。選抜メンバーとのトーク考えるのが大変。選抜メンバーと、寒いですね。もしおちゃんがドスコイボンジュール使ってくれたら、もう使ってくれてるんですよ、お母さんは。嬉しいね、嬉しすぎるよ。うちの名刺まだもらってないから、行こうかな。お、ココが明日いるから来た方がいいと思いますよ。こっちはまた発見できたって、発見できたって大川さんが他の後輩ちゃんと仲良くしてたりは気持ちよく、よく見る、嫉妬嫉妬嫉妬、TG って7人ですよね。7、そうだね、7人7人ですね。明日は名前つきつい、名前書いた名札つけていきます、待ってます。え、なんかね、結構ね、あのね、なんかこういうさ、自分の名前書いてあるのをさ、持ってきてる人とかさ、多いよ。
はいつなの？日程は、あ、これ？この日程は3月の16、17、23、24、5月の10、何だっけ。ありがとうございます。あと これ書いたのに見えなくなってる。ありがとうございます。コンペイトー、コンペイトーのメール読みました。コンペイトーのメール、5月11、12、あと5月の20何日とか、なんか10何日と20何日だよね。ありがとうございます。あとこんにちは。あのさ、あのコンペイトーの、コンペイトーを一番初めに食べたのは金平さんで、なんでかっていうと金平さんが一番初めに食べて砂糖で作ったからコンペイトーっていう名前になったっていう天才的な発想、発明、発想。5月26、25、26。こんにちは赤ちゃん、おぎゃおぎゃ、赤ちゃんじゃないから、赤ちゃんじゃないから。赤ちゃんはミヤビームとサツキチ、キンペイ、そうコンペイ島のコンペイでキンペイ。すごい民研究生がまだ見ると取りなさい、研究生はもう昇格したぞ天才だよねやっぱりね。そう、つまりこっちゃんが最初に開発したドスコイ島に、そういうこと、そういうことです。6月15、16、幕張、22、23、1。こんにちは、ありがとうございます。流れ星、なんで金平島じゃなかったんだろう。いや、なんか多分金平島よりコンペイ島の方が可愛かったからだと思う、読み方がコン、コンっていうのが良かったんじゃない。金平じゃないの？え、そうなの？金平だよ、金平だよ。こっちゃん12期はいつ昇格するのか、2年後とかじゃないかな、わかんないけど。くしゃみ出る、出ない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 。ありがとうございます。あと鑑定は別のものになる。金色の金に平たいで金平、ここ、それテストに出たら書けるのにな。なかなか出ない、そんなものはなかなか出ないんですよ。日曜日の帰りなら運転免許の更新の帰りに行ける。あ、じゃあ来るってことでよろしく、楽しみ楽しみ言語ボカルト語のコンフェイトと書いておるやないか。砂糖のい、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうは、ね、多分きんぴら、きんぴらごぼうって感じあったっけ。きんぴらっていう人が、きんぴらっていう人が作ったんですよ、発明したんですよそのものを。でごぼうっていうのはなんか多分棒状で、でもきんぴら棒だとちょっと変だなと思ってごうをつけ出したみたいな。でごうってきんぴら棒、あ、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうだ、おう、うん、そういうことこんにちは。仕事の関係で接触最後の人、え、でもありがたい、来てくれるのは楽しみに待ってます。こんにちは。3月23日は帰国してるから、やった、待ってるね。何言ってるの、真面目な回答、真面目なこと言ってる。きんぴらごぼうはマジで、きんぴさんが確かに。ここもなんか食べ物開発しようかな、自分で作って売れそう。
ちんぺいさんいたらしい。いたの？いたの？え、やっぱここ天才じゃん。当たりじゃない？あー寒い。寒い。買いなさいだから。買いなさいだから。握手券買いなさい。めちゃめちゃのおにぎり、あ、いいね、めちゃめちゃのおにぎり、もう開発済みだね、それ。じゃあ、ドスベチャ、ドスベチャっていう食べ物でいい？きんぴらごぼうも、きんぺって書くね。嘘なの？こんにちは。ドスコイボンジュール。寒いんですよ。美味しくなさそうな。美味しそうだよ。寒い。ちょっと待ってね。こんにちは。ちょっと寒すぎてさ、やばいわ。なんか今日めっちゃ寒いんでしょ。少し雪が降ってたよ。長野じゃない、名古屋も降ったの。雪、長野はね降ったんですよ。雪、握手券買いな、晴れ。こっちゃん見てるとなぜか落ち着くのは何でしょうか。何でしょうかね。あ、もうね、きっとね、個々の配信を見ていないとね、落ち着かないからね、だと思うよ。きんぴらごぼう、本当にきんぺいさんから来たみたい。やば、ここ頭良すぎじゃん。こっちゃんすごすぎ。え、すごい、ここやっぱり天才かも。すごい、ここ北海道聞いてて、絶対寒いよね。やばいね、ここすごすぎる。スコイボンジュール、スコイボンジュール、これでクリップで止めたいの。だいぶあ、いいね、いいね。え、もしかしてここが金平さんだったりするかもしれない。絶対待って、金平さんの顔って載ってますか。金平さんの顔、ありがとう流れ星。金平さんのなんか顔写真みたいなの載ってます。昔の顔写真みたいな。ありがとうございます流れ星。こうなっちゃう。ココさんが作ったらしいよ。ココじゃん、ココじゃん。じゃあココもなんか作んなきゃ。まあ、なんだっけ、ベッドス、ドスベチャか、ドスベチャ。想像の金平さんは髪がない、眼鏡、丸い眼鏡つけてて、丸眼鏡つけてて、ひげ生やしてて、
丸顔で、スーツ着てて、髪の毛が、なんだろう、どんな感じだろう、なんか短めここの想像上の金平さん、すごいボンジュールで流行大賞狙ってますよ、狙いまくってますよ。スーツってめっちゃ最近の人、スーツ、じゃあ、ワイシャツです、ワイシャツ、白いワイシャツ、ありがとうございます。コンペイト、金平糖、金平糖で行こうかな、ここ金平糖。5月19日以降はダメかもしれない。ダメ、悲しいね。すごいボンジュール、キーで聞こえる、金平、金平、金平さん、ここすごいね、脳が達成化してるんだね、きっと。金平さんはまさかり継いだ金太郎の息子。金太郎って、金太郎ってなんかあの鎌持ってる人。ドスコイボンジュール、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 カマって怖いよね、あれ。なんか草取りの時とかさ、あのカマ使うじゃん、怖いよね。え、どうするのね、手が怪我しちゃったら。お疲れ様です、お疲れ様です。ココちゃんにバレないように他のメンバーにも会いに行こうと。ダメです、ダメです、どこからでも望遠鏡みたいに覗いてます。カマではなくマサカリ、え、何マサカリって、そういう機械があるの、え、どういうこと、え、金太郎はカマ持ってる人じゃないの。ドスコイボンジュールはニュージーランドで通じないの、通じないの、え、通じないの、通じさせといて通じさせといて、なんか難しいね。マスカリって斧、そうなの、ニジオのこと、斧の大きい、怖っみたいな、じゃあ、あのこうやってやるんだ、なんか寒気してきた、寒かったから余計に寒気した。すごいワンジュール、なんかね、メイクしようとしたんだけどね、眠すぎてできなかった。でも明日はするね。風邪ひかないようにね。なんかさ、風邪さ、あの学校で流行ってるっぽくてさ、みんな鼻声なんだよね。今日はなんかパンみたいなの食べた。ありがとうございます。あとね、ポンジュースまだ見つけられない。ポンジュース、どこに売ってる、ポンジュース探して探して。でもネットとかで売ってそう。田舎は CD 売ってる店がなくて、初回を集めるのは大変だから明日たくさん買おうかな。ああ、お渡し会でってこと、仕事も
周りから帰宅したんご団子みたい。ウィークの練習配信しているなあ。今飲んでたのはポカポカレモンです。お仕事サブとこっちゃん見てる。お、いいね、その調子です。こんにちはであのね、ココハンのね誕生日プレゼントがね、何がいいか、パンダの何かを、人形を投げようと思ってたのなんだけどね、持ってるじゃん。だからどうしようと思って、何がいいかな、どうしようかな。なんかさ、難しい。何がいいと思う。ココハン何がいいと思いますか。ちょっと相談しよう。相談、ココハンにね何欲しいって聞いたらね、あのね、恋が幸せでいれることって言ってきたのね。ココハンは優しい、とても優しいのです。すごいよココハンは、優しくて。ボンジュース長野、え、ボンジュース見ないの。なんかボンジュースさ、お酒みたい。おすこいボンニュール、ココハンは優しいのさ。ボンジュースあげ、うわー、あげよっかな。ボンジュースにしよっかな。でもやっぱり、なんだろう、なんか日常で使えるものが良くない。みんなフォローしてね。ティーンズのユニット、ティーンズユニットも投票してね。どうしよう。今握手会購入しました。やった。詐欺に引っかかれないように気をつけてね。ここは詐欺じゃないけどね。お兄さん冷蔵庫に入ってますちょっとさ、ちょっと X に載して。ボンジュース、パンダイラストの T シャツ。さ、ココハンだって生徒祭 T シャツでパンダだからな。はじめまして、フォローしてね。でもね、フォローしてってね、めっちゃね圧かけるとね、フォロー外されるの ココハンは詐欺師じゃない。本当に、本当の人だよ。こんにちは。パンダの被り物もね、ココハン持ってるのよ。ありがとう、フォローして、みんなフォローして。ティーンズユニットの投票もしてね。ちょっといっぱい人来たからこれ見せなきゃあかんね握手券買いなさい。2222。待って、これ見せてなかった。ちょっと待って、見てて。ちょっと待ってね。2222まで見せてなかったんだけど、疲れた、足疲れた。にぎにぎ、みんなフォローしてね。なんそれ、時間の無駄、声出していこう。2212、え、だよね、思った。でも2222書いてあるの、実際はポキポキじゃないのこういうこと
人気人気だからめちゃめちゃ人気人気だから。ティンジニーとこっちゃんに投票する、そういうことです、そういうこと。こっちゃんに投票したらね間違いないよ。待って、あのよし、こいボンジュール、そう、ニーニー書いてあるの。みんなフォローしてね、フォローしてね。とにかく会いにっていうの忘れてた、ちょっと待ってね、あ、間違えた、オッケー、みんなフォローして、フォローして、やだやだくないから、やだくないから、多分ここら辺にあるんじゃないかな。さっきおろしありがとうございます。ポンジュース 500ml ないみたい。あ、大きいのしかないってこと、将来のおにぎり屋、バレた、実はそう、めちゃめちゃおにぎり握って握ることも一つの夢ではあるんですよね。こんにちは、フォローしてね、フォローしてね、フォローしてね、にぎにぎ、こんにちは。こんにちは、何おにぎ、え、ここはエビマヨとツナ、ツナ、こんにちは、みんなフォローしてね、フォローありがとうございます。この間久しぶりに押すいたらおにぎり屋さん、ねえ、おにぎり屋さんあるの、押すって、まだ押すいてないんだよね、手術なしあるの、そうね、増やしていく、T シャツ、こっちゃんにぎとお米なくなり、そんなに大丈夫ですよ。でもちょっとね、たらこも好き、たらこでもね、あのね、明太子はね辛くて嫌だ。こっちゃんのおにぎりおかゆになっちゃう、え、そうなんだよね、おかゆになっちゃうんだよね、でもここおかゆダメなんだよね、マヨ系の食べ物好き、マヨネーズってこと、よいしょ、握手会の締め切りはいつまで、3月のやつはもうちょっとじゃなかったっけ、村桜さんがこのままふりかけをかけた、ふりかけを混ぜたおにぎりが好きらしい、あ、たらこのふりかけか、たらこのふりかけ、なんか見たことある気がする、実家に届いてるけど投票はまだ、投票はいつまで、なんだろう、でもなんかまだまだだった気がするんだけど、3月16、17日の握手会は3月8日まで、え、もう終わってる、あれ終わってない、終わってない、来週までだから、あのみんな、あのね、あのね、あのね、そのね、3月16日のトーク会と17日の握手会は完売してるので、あと16日の握手会と17日のあのトーク会を完売してください。明日ラルボーディで、お、来て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 、名札つけてきて、名札、あの幼稚園みたいな名札つけてきて、中間は8日まで、集計最終は3月31日までだと思う、あー、でもまあそんなに時間あるわけじゃないね、こんにちは、こんにちは、椅子から落ちそう、ありがとうございます、あとすごいボンジュール、でここってさ、だって何分から20分ぐらいからやって、20分、
そう、チューリップの、そう、そう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 、それ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 、え、こんなスタンプ、絵文字あるのかな、初めて知った。あ、フォローしてね、フォローしてね、フォロー、はじめまして、フォローしてね、フォローして、ティーンズユニットの投票もして、これも来てね、で、握手会買いなさい、にぎにぎだから。マカロン作られていないですか。マカロン、マカロンも作ったよね。マカロンじゃないよ、マカロニだよ、マカロニじゃないよ、マカロンだよ。投票1回入力すると住所の名前2回入れなくても済むよ。おー、でもなんかあれだよね、なんかコードとか入れるよね、多分。ありがとうございます、ハート。めっちゃさ、あの、なんかっていうのが口癖すぎてさ、なんか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 って言っちゃう。初見ボンジュールして、フォローボンジュールして、購入ボンジュールして、投票ボンジュールするんだ、その通りです。まだまだいいの、ね、違うから、違う。じゃあ高校生は、じゃあ高校生はあの、ハチマキでいいです。ハチマキ、これハチマキになんとかなんとかってつけて頭に結んできてください。わかった、フォローしとく、して、して、なんかなんかどつこいも流れをしゃべりがとう。わかった、いい案出したから、みんなそれできたよね。ここにハチマキを巻いて、名前書くの、ここに自分の名前書いて、で、結んでくる。わかった？よろしく。ロスコイボンジュール。フォローしてね。フォローしてね。マネージャー配信見ました。ビューティフルとても良かったです。ありがとうございます。ドス変じゃない。ドスコイボンジュール命って書かなくてもいい。え、書いていいよ。ありがとうございます、フォロー。みんなフォローしてね。フォロー、強制的にフォローしてね。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 ありがとうございます、ハート。ありがとう。ありがとう、フォロー。明日待ってます、待ってますので、ハチマキに名前書いてきてください。みんなもフォローするんだよ、フォローしてね、フォロー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 、してね、してね、外して、誰、外すな、ダメ。皆さんフォローしてください。ちょっと足痛くなっちゃった、正座しよう、正座。はじめまして、フォローしてください。こんにちは、お代理様、業務のこれなんかわかんなんだけど、名刺持ってないですけど大丈夫ですか。八幡家は恥ずかしいです。恥ずかしいです。ちょっとあのガムテープに名前が貼って洋服につけてきて。あんたがメッセージ8枚にしたらずっと見るで、見えるで。ああ、そういうこと。ここがアンションキスにしてやろっかな。2820、おっ、10人増えた。ありがとうございます。ありがとう、だるま。ガムテープ、ガムテープにさ、ここになんとかなんとかどすこいで、え、そ、じゃあのさ、待って、どすこい、あのね、はじめまして、フォローしてね、あのね、大賀さんと一緒の日あったじゃないですか。大賀さん、マリンさん、ミレイさんの日、あとミヤビームの日、あの日に、なんか水あるじゃないですか、水の名前をね、スタッフさんが書いてくれてたんですよ。で、なんかここだけドスコイだったんだけど、ここ
だけドスコイだった。大川さんは末永って書いてあって、そうここだけドスコイだった。ドスコイの人だからドスコイ。本当にねスタッフさんにね、ドスコイボンジュールって何ですかって聞いてる人が本当に面白かったんですよ。本当にね、え、なんかそう、あのね、ここさ、あのピノキオくんじゃない、あのアンコールの衣装の時に白いなんかモフモフなやつ着てるじゃないですか、制服の目の。あれあれになんか黄色いなんか名前書いてあったテープがつけたまま出たみたいで、ここが。それでアンチさんが撮ってくれて見つかんなかったんですよ。ちょっとすごいな人でも、なんかそのスタッフさんいつもなんかいつもっていうか、ドスコイドスコイってあのなんか何のか、なんか前になんかドスコイっていうのをやったらドスコイになったんですよ。何言ってるか分かんない。ありがとうございます。今正座中。右腕に、え、そう、でもそう気づかなかった、全然気づかないかったんですよ。こんにちは、はじめまして、フォローしてね、フォローして。ハチマキじゃなくてユニフォームじゃダメですか。え、いいよユニフォーム、あれでしょ、あのココの顔の、ココの顔のさ、あの作ってくれたよね。めっちゃ映ってた。え、本当に恥ずかしい、やば、ありがとうコンペート。え、全然気づかなかった。でもさ、あのさ、正座のことなんていう、正座っていう、あ、違う体育座りっていう、体育座りのこと、体育座りっていうか、お山座りっていうか、なんていう、皆さんは。ココは体育座りかも、お姉ちゃんは山座りって言ってた気がする。皆さんはなんていうの。こんにちは、へー、ドラゴンボール、え、体育座り、体育座り、うん、皆さん体育座り、三角座り、ああ、お、え、半角座りって何、半角座りって。初めまして、フォローしてください、フォローよろしく。三角座り、体育座り、え、お山座りはいないのね。おお、体育座りが多い。じゃあここと同じだね。なんかお山座りって可愛くない？お山座り、お山座りしてるの可愛くない？ここ体育座りって言ってるけど。じゃあなんか新しいの開発しようかな。おにぎり座り、おにぎり座りしてるんですよ今。おにぎり座り、え、本当の話ね。こんにちは、寂しがりんぼう座り、確かに、すみっこ暮らし座り、すみっこ暮らしにさなるときってさ、あのお山座り、あの体育座り、なんて読むのこれ、なんで白いね、え、多分体育の授業とかでだと思う。ココは体育座りで、お姉ちゃんはお山座りと座ったんじゃない、ちいかわ座り。今日ドラゴンボールに出てくるキャラクター、え、ここ？ここが？え、ここ怪物ってこと？こんにちは、こんにちは、こんにちは。こっちゃんは足長いから体育座り、え、普通にできるよ、普通にできる。フォローしてね。ここら辺かな。こんにちは。で、あって17日の服装はチアガール、チアガールがいいか、パジャマがいいか、なんかいつもあのなんかそのフリフリの服とか着てるじゃん結構、そうじゃなくてあのなんか
私服か。こんにちは。なんか私服か、なんか私服のなんていうの、なんだ、なんか私服のなんていうんだろうね、なんかなんか、なんかなんかワンピースなんだけど、ワンピースでなんかここちょっとここがこうやって振りるみたいになってて、でなんかお腹のとこにベルトついてて、ミニスカでなんかちょっとピチッとしたようなやつ。あ、そう、なんかそう、お姉さんみたいなやつ、そんなようなやつ。そのワンピースか、今説明したワンピースかパジャマか違うか、どれがいいかなと思って。すごい、ボンジュール、フォローしてね、フォローして。え、そんなに本当に、なんかなんかなんかって言っちゃうの、もう癖があるんですよ。もう癖がね、身についてる。ありがとう、フォロー。こんにちは。初めまして、フォローしてね。眠い。今日ね、何時の電車に乗るかめっちゃ悩んだ。スカイボンジュール、ボンジボンジボボボボジュボンジュース、ボン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 ジュースじゃないよ、ボンジュールだよ。歌、新しい歌、作詞作曲、南沢ここ。なんかどんどんさ、こう見えなくなって。なんか言ったら次、え、それはダメ。もうね、なんかっていうのはね、もうダメなんですよ。もうなんかがね、頭の中にね、染み込まれていってしまったのでね、ダメなんです。ありがとう、ハート、ドスコイボンジュール。ね、ここね、オーディション、ショールームオーディションの時になんかめっちゃ緊張してたし、何を話せばいいか分からなかったんですよ。分かんなかったんですよね。それでだから、でもなんか、なんだっけ、1分黙るのはいけないみたいな感じだったんですよ。でなんかどうすればいいか分かんなくて、何をどういう、なんかもうコメントでなんかこうボーってさ、これ止まる時ってあるじゃん。でなんかどうすればいいか分かんなくて、とにかく初めましてって何回も言ってたっていう思い出。初めましてってずっと言ってましたね。この間名刺ありがとう、道端のおーちゃん推しの子だ。道端やひいないでね、おーちゃん推しの子だよ。おーちゃん、おーちゃん、おーちゃん。どんねが、え、本当に、え、なんかね、あ、待て、ちょっと、ね、そう、花、なんか立っていくにつれてよかったけど、一番最初とかやばかった。オーディションでメンテして受かってんの？え、オーディションでメンテして受かってないの？あれだよ、なんか時間間違えて落ちたやつ。
メンション確かにドスコイボンジュールしか言ってなんか、なんか最初はみなみさこですよろしくお願いしますで、その後ドスコイボンジュールで、あのドスコイとかもあった普通に、あのでもドスコイボンジュールがほぼだった。やっぱり明日も、明日は最初からドスコイボンジュールで戦いますよ。もうドスコイボンジュールでやっぱ強く生きていかなきゃいけないのでね、強く生きます。青やばなんか面白いね。なんかさ、メイクさんにも言ったのね、ここアホ毛治んないんですけどって、ね、でもアホが出ちゃうね。受け取ってもらえなかったら名刺投げつけたい。やるよ、あのね、あのね、こうやって投げる、投げる、もう投げるよ。もう受け取ってくれなかったら投げるよって言っとこうかな、もう書いとこうかな。そしたらもう絶対受け取ってくれるよね。ドスコイボンジュール、なんかドスコイボンジュールって言って、ドスコイボンジュール突き出すの。とにかくね、もう突き出すんだよこれはね。こうやって強引に突き出さないとねいけないの。 HMV 酒屋にもドスコイボンジュール響き当たってた。な、そんな大きい声で喋ってないよ。ドスコイボンジュール、そのドスコイボンジュールは、そう、こんにちは、ドスコイボンジュール、なんかあのドスコイボンジュールみたいな、ドスコイボンジュールみたいな、もう突き出すの。とにかく突き出さないといけないの。突き出さないとね、こうやってねスルーされていくからね。もうね最初からね、あの 手出しとけばいいんだよっていうね、あの技をね、あの技を、あの技を、あの吸収したあのね、なんだろう、なんかあのこうやっぱりこの間も言ったっけ、なんかあの先輩方にね、ほぼ先輩方に会いに来てる方が多いので、なんかこう来て、そしてあの普通にこう先輩の顔見てこうやってやって、名刺組がここにいるとするじゃないで、ここに先輩がいるとするじゃないですか。そしたらこうこっちずっと見ててこう行っちゃうんですよ。でそのスタッフさんが名刺受け取ってくださいって言って、あのもらってたり、あのなんかポッて行っちゃう人とかいるんですけど、だからのここスルーされたんですけど、ですけど、あでもあのその作戦として、その名刺を突き出すっていう作戦を朝習得したので、もう大丈夫もう大丈夫。最初から突き出した時はね、もらってくれるのさ。こんにちは、突き出す技でも嫌われるかも、なんだこの人ってフ逆にトーク会素通りしたら問題になりそう。トーク会素通り、トーク会、あ先輩がとってこと。受け取らないと、そうだよ、受け取らないとダメなんだから、もうなんかこう来た瞬間にもスコイボンジュールみたいな、スコイボンジュールみたいなね、やっていくしかないね。ティッシュ配りのバイト向いてるで確かに昨日突き出した名刺を、明日突き出した名刺を見に行きます。来てください、来てください、来てください。一回練習でねこれだったらね、吹っ飛んじゃったんで、吹っ飛んじゃったんですけどね。ドスコイボンジュール、自分は名称は確かにがメインだから、知ってる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 、だからあのしっかりもらってくれた。逆にね、あのトーク会メインだったって言ったらね、のボコボコにしてた。ボコボコ
しないで突き刺す。ズンズーンねーの感じで刺す刺すと大丈夫か。トスコイボンジュールーって配る。メンバーそうだね、ライブ自体はおっかさんいるけど、でだよね、お渡し会じゃあ特会にはいないよね。一部にボコボコは怖い。フォローしてね、みんなフォローしてね。当日それだったので今から劇場に向かいます。行ってきます。ここはいないけど、いないけど行ってらっしゃい。ハローハロー。フォローって何、それ美味しい、美味しいんだよ。だからね、一回ねポチッとした方がいい。そしたらね多分めっちゃ美味しいと思う。超美味しいと思う。こんにちは、ありがとう。フォロー、みんなフォローして。フォローするんだ。見てこそ、こういうことしちゃうんだよね、こうやって。今これなんだけど、これにする。ダメです、しないでください。そのままで、そのままで。明日グループトーク会は興味あまりないです。こっちはメインです。知ってます、知ってます。ありがとうございます。こんにちは。白くしないでください。ピンクにして、赤にして。どうしよう、なんかね、昼間あの夜の週、どうしよう。今16日の握手会を送りしました。ありがとう、楽しみにしてるね。ココちゃんの、あ、ココハちゃんの世代でココちゃんが見せたので、ありがとうございます。いた、落ちるとこだった。ちょっともう一回体育座りしますね。ここは体育座り してます。なんか面白い体育座りしてる。明日の第一部は何番レーンにしようかなって考え中。ココはココなんだっけ、2だっけ。ココのレーンに来てください。スカイモンジュール、こんにちは、こんにちは、こんにちは。聞いていたの、なんだか。おにぎり座り忘れたよ。おにぎり、あ、1ね。あ、1なのね。じゃあ1来て。こっちゃんは1連。じゃあみんな1に来るんだ。分かった。薄恋花なん、推し増やさないでもろって。こっちゃんの好きな食べ物は何ですか？五七五。俳句ってこと？ちょっと待ってね。ちっちゃいつって入れるっけ？あ、待って、はい、あたいはね、マカロニ好きだ、おいしいね。ここの五七五、あたいはね、マカロニ好きだ、おいしいね。意味わかんない。こんにちは。おしまししまってしもて、おしまししないでもろて。先輩の急なフレッシャー怖いですね。本当にあれ面白かった。あたいはね、マカロニ好きだ、おいしいね。明日はドスコイミニョン、ドスコイかわいいで待ってます。じゃあ五七五、どんな五七五がいいですか？
タイはね、マカロニ好きだ。美味しいね。あれ、マカロンは、本当にマカロンはちっちゃい頃から好きなんですよ。本当に普通にちっちゃい頃から好きで食べてるので、本当の好きです、本当の好きです、マカロニ、あ、マカロン。なんとかもろて、ちょっとめっちゃ足痛い。握手会買おうかやめようかどうしよう。待ってね。はい、握手会買おうかやめようかどうしようね。握手会来なきゃしばくぞ、絶対来い。握手会絶対、あ、握手会来なきゃしばくぞ、絶対来い。やばいな、ここやっぱりセンスありあり。ありがとうフォロー、みんなフォローしてね、みんなフォローして。今のココのやつでみんな逃げてくかもしれない、やだ。やっぱりこれ握手会買いなさい、圧が大事かなと思って、圧を強めに。ねえ、ヒコがいいの考えたと思ってた今。次は圧強め、圧強めに大川さんの教育の花なんとこっちゃ、こっちゃになりたいでしょ。花なん、お花、花なん、みんなに、え、逃げないね、逃げないね、ちょっとフォローさせてみます。明日は佐々木ちだけ、あ、じゃあ佐々木ちだけと話してたらすいませんって言って横入り。横入り。制服の目公園、制服の目公園、ちょっと待って、制服の目がダメなの、ちょっと待ってね。で、さて、ご質問できない。ちょっと待ってね、制服のね、あれ、なんだっけ、さっき考えたのに。努力します、努力し、努力しま、あれ、努力しま、あれ、待って、ちょっと待って、ちょっと五七五にならなかった。フォロー外さない方がいいですよ。こんにちは。ナッキーの隣にこっちゃん怖いです。え、こっちゃん怖くないですよ。こんにちは。ね、それどこで見れるの、見れるの、東海ラジオハッカーズ。努力する、努力する、努力する、全く出れない、すみませんっていう五七五です。
初めまして、フォローしてね、フォローしてね、フォローしてね。制服の目を出るまでが頑張る。出な、出ても頑張んなきゃ。ありがとう、フォロー。あ、いいね。許さない、おしまし、すおしまし、しな、するな許さない、おしまし、するな、ぶっ飛ばす、あれ、おしまし、許さない、おしまし、するな、許さんぞあれ、なんか同じこと2回言っちゃった。許さない、おしまし、するな、つついてくる許さない、おしまし、するな、タン押しだ、よし、ねえ大丈夫だよ、大丈夫、恐怖になんないの。骨折るぞ、怖っ、骨折るぞ、怖っ、怖すぎでしょ、だいぶ。最後ボンジュールでもいけそう。ボンジュール、ほんとだ、ボンジュール、こんにちは、こんにちは、おうかさん、かわいすぎるぞ、天使だね、ぶっ飛ばすぞ、こんにちは、フォローしてね。今フォロー何人になりましたか。お腹すいた、腹ペコ、こっちゃんの頭の中はボンジュールうまいですね、いい感じ。こんにちは、明日って三上 TV あるっけ、明日再来週、大川さん、桜満開、キュアプリティ、結構みんなうまいのね、ここ下手くそってこと、もしかしてこっちゃんの内緒で並ぶ、花なれん、バレてるぞ、バレてるぞ、隠さないでよ、見つけるぞえ、一人も増えてない、え、待って待って、これ外された説あるよね、ショック、外さないで、外さないで、おうちゃんはキュアキュアプリティプリンセス、みんなうまいですね、ここも負けてないですよ、お山座り、体育座り、体育座り、体育座り中、あざあざと、お母さん隣のレーンで、あざあざレーンにいたのはしっかり指摘された、ああ、お母さんにってこと、
こんにちは、フォローしてね、フォローしてね、みんなフォロー外さないで、みんなフォローしてね、みんなフォローしてね、フォロー外さないで、フォローしてね、フォローしてね。こんにちは、いらっしゃいませ。フォローしてくださいませ。南沢ねえ、適当。こんにちは、でも推しの歌は推しは歌の歌は推しだから楽しそうに聞いた。あー、大川さんに嘘ついちゃいけないんだよ。ピンクな、え、ダメ、白いハートを押すのだからピンクの人は外しちゃダメなの。フォローを強制する、みなみさんフォローを強制する、ドスコイちゃん、ドスコイボンジュール、フォローしてね。こっちゃん南沢って、南沢さんって言われる、めっちゃ南沢だなと思いながら、南沢だよって思いながら南沢っていうの聞いてる。結構南沢って言われるよ。はじめまして、フォローしてね、フォローしてちょ、フォローしてね、フォローしたりことあるある、盛りだくさん。ラスコイモンニュール、本田さんも鎌田さんだったり、鎌田さんだったりよ。そうだよね、西美桜ちゃんを南沢って間違えていたから教えていた。おお、ありがとうございます。にぎ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 見てて。ドスコイボンジュール、ボンジュール、ポンズ、こんにちは。本当にこんにちは、いらっしゃいませ、しか思いつかなくなるの。レジスターのやつ、レジスターのやつ知ってます？あのね、いつだろう、あれ神とプライド、本当に押し増しはやめて、タン押し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 、押し増しはやめて。押し増しされる、自分を押し増ししてくれるのは大歓喜だけど、押し増し、ここ以外の人を押し増しするのは大反対。大反対です。単押しは絶対に無理です、すいません。え、でもそれハナとさ、こうからさ、押し増ししなきゃいいじゃんね。ね、こっちゃんの、こっちゃんとハナナから押し増ししちゃいけない。身長は165だけど、メジャーで測ったら166みたいな。でも多分なんか
多分めっちゃ伸びたと思う。何センチぐらいだろうね。なんかねすごい伸びた気がする。伸びてる、身長伸びてます。でも170センチ目指すね。でさ、身長測るやつさ、あのさ持ってないからさ、しかも学校もさなんか測ってくれないし、測ってくれないっていうか測らないしさ、来年ありがとうございます。このデート 170cm 目指すね。ココハン170いってそう。学校でないんですよ。風に膨らむ真っ白なスカート、誰かを好きすぎる。花ちゃんも推し、花ちゃん推しも公認されたってことでオッケー。こちゃんから推し推しの許可がもらえて、でも花なんとここ以上に増やしちゃいけないっていうことだからね。よろ保健室にさ測ってくださいとかさ言えないんだよね。怖いんだよね。多分カラオケ機能に狼とプライドないんかね。本当に落ちそう。でも落ちそう。じっと座ってられないみたい。あのイヤホン持ってない。レッピーの本気なのにあなたが散れない。ドスコイボンジュールカラオケあってもさあれだよね、イヤホンなくてもできた気がする。わかんないけどカラオケみたいになんないけど普通の声は入るよね。羊の前にしてもそうはない。このさこれをひ羊を前にしてもそうはないとこがなんかたまにうん、オガミとフライのさあのさみゆちゃんとやってみたい。制服のみゆちゃんと同じポージ。違うよ、逆、反対のやつ。ココが例えばあの最初の歌い出しの風に膨らむ真っ白なスカートだって、みゆちゃんは名前読んでもうの方です。そう、新芽ってやつ。イヤホンなしで曲が流れない。え、そうなの？え？そうなの？みーちゃん歌うまいけどいいの？そんなこと言ったらもうみんなと歌えなくなっちゃうからいいの。ね、これのせいでさね、やだ、なんか柄みたいになったんだけど、いっぱいついた。めっちゃいっぱいついたの見て、
この服助けて。なんかさ、日本地図みたい。ほんとにさ、いい気になってるってなっててさ、そこさ、ほんとに爆笑されたんだけど、みんなに。みんなっていうか、南沢家姉ちゃんもパパもママもさ、ずっとさ、爆笑してさ、同じしかもここでずっとループしてさ、そこだけね、そこだけループしてずっと爆笑しててさ、あの、ほんとにさ、笑い止まんなくなってるの。ほんとにひどい。娘が一生懸命歌ってるっていうのに。ありがとう、ハート。愛されてますか？バカにされてるのもこんにちは。なんかお姉ちゃんとママが来てたんだけど、制服の目の日に。なんかその時もあのコウが歌った時、あのその場で笑ってたらしい。なんだあれって言ってひどいよね。フォローしてね、はじめまして。フォローして。どすこいボンジュール。姉さん可愛いから許す。コウと会ったことないのにお姉ちゃんと会ったことあるの本当に面白いんだけど踊りながら、え、なーてるってなってると思ってた。なーてるって一直線に、なーてる、なーてるってないな。こんにちは。逆泣きで笑うのはひどいでね。なんかね、めっちゃ面白かったらしい。とにかく初めまして、フォローしてね。フォローよろしくお願いします。よいしょ。で、見直さなくていいよ。ありがとう、ハート。はじめまして、フォローしてね。フォローしてね。意味が出ないから、男だったらちゃんとして。30秒。30秒なんだか焦っちゃう歌自分で変換。こんにちは。なんかさ、たまにさのさ、なんか音楽が流れたとしてさ、そしたらさ、こうやって手でピアノ弾く人いない？なんかさ、こうやってやる人いない？実際弾いてないけど弾く人いない？こうやっていない？いるよねいるよね。はじめまして、フォローしてね。フォローしてね。 DMM さ、なんか録画できないじゃん。ギター？いいじいちゃん、そろそろ SKE 衣装に向かいさ、今日の成績の参戦。え、なんで？ここがいないのに行くの？
ありがとうございます。コンビニとかで好きに聞くのがありがとう。わかんない。お姉ちゃんにちょっかい出すことはあるけど、はじめまして、フォローしてね。みんな何食べたの？やっほーやっほー。知らなかった。すごいココちゃんはいつでね、いつ寝れるんだろうか。うん、まあね、難しいものですね。ラーメン食べた。ラーメンね、こんにちは、フォローしてね、フォローして、フォロー。めっちゃみんなラーメン食べるじゃん。どすこいボンジュール。今何分やったの、ショールーム。待って、20分から始めたよね。1時20分から始めて今3時。1時間40分、1時間40分ぐらいやった。わかんなくなっちゃった。もうすぐ2時間。1時間40分ぐらい。どうしようかな、夜もう一回やるか。え、でも、うん、明日も朝早いかな。こんにちは、お腹すいた。ペコペコ、腹ペコペコちゃん。なんかこの間さ、なんかサービスエリアにいたんだよね。なんか置物の人形みたいな。それとね、写真撮ったんだけど、なんか自分の顔が恥ずかしすぎて、あまりにもへんてこでね。こんにちは。載せれなかったね。どすこいボンジュール。明日もボンジュールするからみんな来てね。初めまして、みんなフォローしてね、フォローしてね。こんにちは。いいなードーナツ。サービスエリアではなんか、でも普通に食べたことあるのは味噌カツとか、あとはあれかも、あの名古屋のうどんってなんだっけ、うどんみたいな、ひつまぶしじゃなくてひき飯じゃなくて、なんだっけ名古屋のうどんみたいなやつ、あ、そう、きしめん。手羽先も食べたことある。あとは、で、味噌カツ美味しいよね。焼き芋で揚げたらしい。焼き芋美味しいよね。焼き芋好きなんだよね。カレーいいね。味噌煮込みなんちゃろこんじゃみたいな、まだ食べてないのね。バンザイビーナス覚えてるよ。
マイナス大好きな人あーだってクラゲロクだもういいユキキどんどん近づいてこのミホがさバレすぎて面白かったんだけど長野方面のおすすめのサービスエリアえなんかわかんない名前わかんないけどなんか滝があって滝滝があるのめっちゃでかいのめっちゃ大きいサービスエリアでそこに味噌カツある行ってみてね滝があるから多分なんか滝だとわかるかも調べてみればわかるかもしれないみそ煮込みよりカレー煮込みが美味しい味噌にカレー煮込みうどんってことカツあさかー48私たちに会いに来ていたやつねこんにちは初めましてフォローしてクラピン長野周りで群馬までね滝のやつ滝があるサービスエリアって調べたら多分出てくるかもドスコイボンジュールフォローしてねあ、エナキョサービスエリアそれだそれですそれじゃあ先きしめんひつまぶしはココがうなぎ好きじゃないからお肉のひつまぶしなら食べた小倉トーストはココがあんこあんまり好きじゃないからでも姉ちゃんとパパは食べた鈴木はまだ食べてないですえ、今日とほぼ言うけえ、そうなのでもまだまだ遠いんですよそこから長野の道のりは遠いんですよ今日と明日はスガキ半額え、そうなの一人で行けないわでも明日帰んないとな明日は家に帰んないとあのね明日は家に帰ってまた学校で月曜日から学校でなんかそれでなんかなんか送る会みたいな準備とかいろいろあるらしくてで長野遠いよねなんかそれでそっから卒業式終わってからまた行かなきゃいけないのねココはもうそれで一緒にみんなで卒業だと思ってたからココは行かなくていいと思ってたんだけど行かなきゃいけないんだってココも卒業式までもなんかそう3年生以外は学校に行かなきゃなんなくてやばいよあともうちょっとだでももうちょっとだよもうちょっとですよ長野から通うのはその日はもう行かないココはもう転校するから行かなくていいと思ってた勝手にでも3年生だけなんだって行かなくていいのはでも3年生ってさもう学校行かなくていいじゃん卒業式前の3学期はほぼ行かなくていいじゃんかじゃ三つ編みなの編み込みみたいなやつ出席日数は大丈夫です出ましたゲーとかゲームとかそうだよね自由登校だよねありがとうフォローでもここは強制的な学校なので学校には行かなきゃならなかったんですそしてここ補習ないよ
補習とかしたことないんだけどすごくない？はじめまして、フォローしてね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 、フォローして、それでね、あのね、あとはなんだっけ、トスコイボンジュール、はじめまして、フォローしてね。片手なんか取ってない、取ってない、ありがとうございます、フォロー。でも2年生から、まあ、別の高校行くんですよ、名古屋の。トスコイボンジュール行くんですけども、まあそちらでも勉強はしますけど、まあ通うっていうあれはね消えるので、綺麗な補習で投稿してたの面白いね面白くないけど、よりそうしたんだ。そうなんです、まだ配信してたんですよね。明日会場から名古屋水族館、行きたい、行きたいな。握手会受付やってやってるんですよ、ぜひご来店ください今片道、片道3時間ぐらいかな、車で行くともうちょっと早いかも、まあ、でも3時間はかかるね、3時間ぐらいかな。車だとまあサービスエリアとか呼ばなければ2時間半とか早く行って、ありがとうハート、ありがとうフォローしてくれてありがとうございます。ますやばい、落ちる落ちるんだけど、よし、こんにちは、フォローしてね。電車、うん、電車は3時間かかる。待って。かけれなは明日卒業式だけど、卒業できるかまだ確定してないらしいぞ。やばいじゃん。いやもう多分卒業できると思う。こんにちは。限りの卒業式出るんや、明日のリリーベ出るんやって。卒業式とかぶっ、あ、そういうこと、候補がテストとかぶっちゃったみたいに卒業式。ここもね、ここのね、卒業式とまではいかないけど、音楽会とかあと学年旅行とか行かなかったかも、レッスンとかぶって。こんにちは。なんかそういうさ、反省とかさ、なんか送られてくるのね、ちょっと嫌だかったかも。こんにちは。でも卒業式出れないな、きついね。卒業式、そっか、昼間ってことか、そっか。こんにちは。そうだったらなんかみんなでなんかバーベキューと水族館行ってバーベキューして、なんかそうだったけど、そうレッスンとかぶって行かなかった。でもなんかさ、学校の先生はさ、休んできなさいみたいな、休んで来たらみたいな言われたけど、すみませんオムライスさん、高校の卒業式で大川さんとラジオ出演、大川さんとのラジオ出演なを断るわけにはいかないですよ、絶対に。
何が何でもね。こんにちは、フォローしてね、みんな、みんなみんな生きているんだ、友達なんだお腹鳴った同時に。こんにちは、ほんとに皆さんめっちゃ落っこちそうなんだけどやばい本当に、ね、音程とか言わないで、ね、本当に落っこちる、ちょっとやめよう。ね、本当にやばい、本当にやばい、これのせいでさめっちゃついたんだけど、ね、やば、友達なんだ、小学生みたい、こう一応高校1年生、部屋は寒いんだよけど、寒いけどさ、暖房28度だよ。それでココアの誕生日プレゼントは何にしますか？こんにちは、どうしようかな、なんかさ実用性のあるものが良くない？こんにちは、窓が閉まってる、はじめまして、目痛い、コスメ、もうなんかコスメでもさ、なんかね、ここはコスメは何もらっても嬉しいのね。でもさ、なんかさ人それぞれじゃん、なんかもう自分がこれって決まってるものがあって、それを使ってるかもしれないしとか思っちゃうのね。ココアココアあげるの、リップ、うん、どうしよう、ドスコイボンジュール、ココアってリップ赤いっけ、赤いの使ってる、こっちゃん手作りお菓子かわいそう、ここの手作りお菓子誕生日プレゼントなんで、リップなら何もあっても、確かにね、ココアとココアに似てるから、確かに確かに確かに、どうしようかな、なんか鏡はココと一緒とお揃いで、ココもどこやったっけ、あっちだ、あのなんかね、ジル・スチュアートのなんか鏡があるんだけど、お揃いなの、あのね、見ててずっと欲しくてね、そう買ったのさ、ピーグッズ、あーマリンさんのグッズね、届くの遅いよね、どうしよう、うん、そうジルスチュアートのやつ、鏡お揃いだった、あれみんな使っててね、あれって言ってて分かんない、なんかね、こういうね、こういう形してるやつなんだけど、あれほんなんかあのココハも使ってるし、ミヤビームも使ってるし、あとミユちゃんも使ってたし、そうみんな使ってる、こんにちは、こんにちは、どうしようかな、リファの櫛もなんか、そうめっちゃいいんだよね、あれだからリファの櫛、どうしようかな、あディオールはちょっと、ディオールはちょっとちょっと高いですね、でもディオールの鏡なんてあるの、何に何欲しいか聞いたらね、恋恋が幸せでいることだって、ココハン優しいからね、本当に優しいの、こんにちは、こんにちは、
なんていい子、ほんとにね。どうしようかな。なんかね、ココが今使ってるメイクポーチの色違いにしようか迷ったけど、でもココはメイクポーチ使ってるしなとか思って、こっちゃんと違って優しい、こっちゃんが優しくないみたいじゃんか。ねえ、よし、どうしよう、本当にどうしよう。3月16日の握手会、あと残り28名。そんなの分かるの？プレゼントって難しいよね。難しいね。何にしようかな。それがいいのよ、ネックレス。まあ確かに。でもさ、なんかさ、普通のさ、なんていうの、なんかなんだっけ、あのレッスンとか、まあまあ当たり前かもしれないけど禁止だからさ、簡単続き券かわいそう。息子イボンジュール30枚切るとばかり思い、そうなの。みんなお願いします。こんにちは、お待ちしております。こんにちは。オリジナル T シャツ作ったの、どうしようかな、どうしようかな。ジャージこことお揃いのジャージにしよっかな。あ、スタバの顔、確かに3月16日は手軽に行くから。え、マカリア誕生日はしてほしい。いいよ、言ってね、お誕生日だよって言って。こんにちは、こんにちは、フォローしてね。この辺、こんにちは、フォローして、フォロー。どうしようかな。はじめまして、フォローしてね。どうしよう、友達にドスコイ進めてます、極めてます、ドス、ね、漢字読めない。こんにちは、こんにちは。手、プレゼントこっちの手形誰が岡さんだって。あー確かに岡さんと同じなのね、ここ。そう、こんにちは。ご飯の家って手料理作る、うわいいね、パンケーキ作ってあげようかな そうだよね、一人暮らしだもんね、ここ。進めてます、ありがとうございます。進めまくってください。今日も天使南さん、明日も天使南さん、ありがとうございます。再びほら、ココミに作ってないです、パンケーキを作ってないです、あれ以来、あれ以来作ってないです、パンケーキこんにちは。ちょっとお昼を食べるので、そろそろバイバイしようかな。お腹空いちゃった、こんにちは。と考えて決まったら送る、メールに送りますね。フォローしてね、みんな。じゃあね、じゃあね。じゃあ、明日待ってます、待ってます。トーク会も握手会もツーショット会も待ってます。ティンドゥーニットも投票してね。バイバーイ。バイバーイ。切ります。いやー、なんか違うのしちゃった。バイバーイ。